していただいたのは、あの安心パパさんの初めてのチューっていう曲をカバーさせていただいたんですけれども、YouTube の方でもこの初めてのチューをアップしてまして、原曲の初めてのチューってすごいボイスチェンジャーを使って声を高くして歌ってるのが特徴的やと思うんですけど、それをヘリウムガスでやったら面白いんちゃうかなと思って、ヘリウムガスで一発撮りしたらめっちゃ面白いんじゃないかなと思って、それをYouTube に音源上げてますので、もしよかったら YouTube の方、花房ひなっていう風に検索していただいて、よかったら見てください。お願いします。で続いてですね、これからカバーさせていただくのが、ジブリの曲を3つほどカバーさせていただこうかなと思うんですけれども、このジブリの曲をですね、私の友達と一緒に3曲をマッシュアップって言って3曲を1曲にするっていう方法で、カバーを友達としたんですけれども、その友達がですね、実は今年亡くなりまして、ですごくピアノの上手い子で歌も上手な子で、本当は一緒にステージに立ちたかったんですけれども、立つことはできなかったんですけど、今回音源が残ってるので、その音源を使ってですね、友達のピアノと友達の歌声と私と2人で共演させていただけたらなと思います。すごい緊張してるんであったかい目で見守っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。それではジブリマッシュアップです。涙の奥に揺らぐ
ありがとうございました。続いて、ラストの曲になるんですけれども、洋楽を1曲カバーさせていただきたいなと思います。で、あまり知られてる人ではないんですけれども、イモージェンヒープさんという方の Just for Now っていう曲があるんですけれども、この曲をですね、その彼女がこのループステーションっていうものを使って演奏してるものことを見たんですね。でそれですごいかっこいいなと思って、ね、これも自分でもやってみたいなと思いまして、急遽ループステーションを買いまして、この日のために練習してきました。はい、ほんまに緊張してるんでちょっと失敗しちゃうかもしれないところが怖いんですけれども、頑張りますので、よかったら聴いていってください。よろしくお願いします。Just for now, just 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 for now.Just for now.
ありがとうございました。